いが終わった。だけど人間にとっては汚れずに生きていくことがそもそもの戦いなのだ。数年後、私はこの同じ場所で目にすることになった。生活という手ごわい相手と戦い続けている人間の姿を、今日はパパの命日だもん。